賞の第3組であります。それでは出場選手を紹介してまいります。内側第1レーンは出口君、天理川高校。第2レーン真原君、一律船橋高校。高校生コンビが1レーンに入りました。第3レーン桑原君はアクセル TC。 第4レーン前田君はアゲイン。第5レーン藤原君は中央大学。第6レーン森君、大東文化大学。第8レーン今野君は日本体育大学。さあ、どんなレースとなりますか。準決勝の第3組、最終組です。オンエアマーク。さあ、身長審議が行われますが、スタートがピストロになる前に出ました時にはまあ残念ながらという感じ、動いた段階では引くつきという感じになりますけども、どういう身近で見た先生審判の方々の判断にお任せいたしたいと思います。いや本当にね、千葉県の高校生のレベルも上がっておりますし、南関東大会では成田高校の高須君がですね、見事10秒4台好記録をマークしております。さあ、どういう判断がなされますでしょうか。残念、第4レーン、出発、正直申し上げまして、ちょっと出てしまったように思いました。さあ、それでは男子 100m 競走準決勝、気を取り直していただきましょう。第3組の出発です。オンエアマーク。強かった向かい風 4.3m、 ちょっと本人も驚きといった感じ、なんじゃこれはという。しかし数字はきれいに並びました。1が4つ並んでおります。まあ着順取りですので、決勝進出を藤原君が決めて、そして大東文化大学の森君、まあ、実力通りといった感じの順なような第1、3組まで終了となりました。